destination. Let's go where the river's taking us. Mm-hmm. Over fields and through the country, letting go of everything but us. Mm-hmm. Over the rainbow. 宝总，你有没有想我？你自己要有的人做什么事啊，一出去什么都要注意那个车子什么平安呐、啊，平静的心情。还有跟了文章哦，两个要互相体谅。有啦，不懂。好，那我走了，拜拜。Sunglasses and the Atlas, we can prove we're smarter than a phone. Mm-hmm. Let's go where there's no reception, see if we can make it on our own. Mm-hmm. Breathe deep in your chest. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night. Hundreds of miles away.Let's go where the river's taking us. Mm-hmm. Over fields and through the country, letting go of everything but us. Mm-hmm. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night. Hundreds of miles away, the water is warm.Let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why. Hi， 大家，那我现在已经拿完行李出来了。其实我本来以为要花更多时间，其实日本入境意外的非常非常的简单哎，只要你下载一个叫做 My SOS 的 APP， 然后依照他要你做的，你填写回国日期还有个人基本资料，然后在这个 APP 上传你打三剂疫苗证明，还有你在72小时前做的阴性证明，那他们这 APP 里面就会自动审查。你还没有登录资料之前，这 APP 会是红色的，那等到审查通过之后，它就变成蓝色的。那你下飞机之后，就一路给他们看这个蓝色的话。就可以非常顺利的闯关。那因为他们政策好像有更改的关系，所以我这次是没有做 PCR 检查的，所以我从下飞机到拿完行李出来差不多花了40分钟，我觉得算是没有花很多时间啊。然后跟大家说，其实今天文当他本来是要来机场接我的，可是因为他昨天开始不舒服啊，他当然是有一做检查，他都是阴性，他是没有感染的，他可能是感冒了吧，所以今天叫他不要来接我比较好，毕竟他好好休息。所以现在我就是要回家，终于可以看到他了，相隔一个月，他应该也很期待吧，虽然他应该蛮不舒服躺在床上。那我们就赶快回家吧。好紧张哦。嗨，是假。哦，回してんのか。おかえり。ただいま。久々だね。ね。1ヶ月ぶりぐらいか。你有没有想我？有啊，谢谢。なんかね、ルーちゃんはね、家帰っても俺と会っても全く目合わせてくれないんですよ。そう、私人見知りになっちゃうのよ。よくないです。今すごい人見知りだ。好久不见了，丹。干嘛？キュンです。キュンです。
そのマスクなんかすごい色濃いね。そう、これ台湾のマスク。他に何色があるの？なんか緑、黄色、青。なんかそれイチゴのイメージだね。多分ふーちゃんはね、一個もつけない感じのやつばっかり。いや、多分つけない。もう久しぶりだ。イエーイ。台湾楽しかったよ。よかった。あとで話聞かせてね。ふーちゃんも台湾行きたいでしょ？うん。这个是我从台湾买回来的招财猫。これ写真を撮って、富ちゃんに送って一緒に選んだ色。そう、最初ね、金だと思ったんだけど、銀だったね。これ、うちの色に合う。ね、うちにね、金を招いてくれる猫。なんか、富ちゃんが隣にいるのが。なんか、富ちゃんが隣にいるのが慣れない。なんで？なんか1ヶ月も会ってないから。いやいやいや、りゅうちゃんいつもなんですよね。まあでも多分次の日にはもうちゃんと戻ってると思うんでね。そう、多分1時間後はちゃんと。でもね、さっきふーちゃんに会う前にはすごいドキドキしたの。さっき心臓がめっちゃバクバクしたの。おお、それは恋だね。ふーちゃんないの？俺はまあいつも通りやね。でも今年はまたふーちゃんを連れて台湾帰りたいね、一回も。ね、台湾でお菓子いっぱい食べよう。私いっぱい送ってあげたから、ね、CTC ハウスいっぱい食べよう。今もそこにあるよ。そう、文南先生は我们家客厅还放着他没吃完的 CTC ハウス。そう、朝食べたの。正直に私も味忘れたから、私もあと1個食べたい。うん、朝食べてみな。あと妹もふーちゃんの動画を見て CTC ハウス買いに行ったのよ。でそれでその子供の頃の味を思い出した。あー、食べやすいなと思いました。あとね、あのコーンのとんがりコーン。あー、そう、ちょうどね、今朝食べちゃった。そう、さっきふーちゃんにこの話聞かされてめちゃくちゃ私つらかった。なんかもともと2袋送っててくれて、で動画内で1袋食べちゃったんですよね。でもう1袋今日の朝ね、実は食べちゃったんですよ。そう、私はふーちゃんは絶対食べてないと思ってめちゃワクワクしてて、帰る前にめちゃ楽しみしてたのよ。まあしょうがないね。でもほんと久々のふーちゃんだ。イエーイイエーイ。ふーちゃんかっこよくなった。広いな、もともとかっこよくないみたいな。ふーちゃんもっとかっこよくなった。そう言ってくれればいいよ。これからまたいろんな動画を作りますので、その時はまた皆様よろしくお願いします。はい。他已经一个月没拍影片了、他整个就完全超不熟的。そう、なんかやっぱりね、携帯だったらまだいいけど。そういえばふーちゃんのあの歌詞の動画なんだけど、歪んでたの携帯は。ああそう、歪んでた。そう、で私気づいてなかったのよ。でもみんなのコメントで歪んでる歪んでるって言って、え、本当に歪んでるのと思って見ても私わかんないの、私大丈夫かなと思って。多分ね、ソファーがねちょっと斜めになってたから。那我们就下次影片再见、谢谢大家再见、バイバイ。バイバイ。我回来了。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても